タイトル通りなんですけど、今日はただ褒めるだけのラジオになります。で、何を褒めるかっていうと、ホイップスペースっていうのがあるんですけど、ちょっと唐突で申し訳ないんですが、皆さんご存知ですかホイップスペース。まあ難しいかなと思うので、ヒントを出します。どんなものなのか、ぜひ考えていただきたいと思います。ヒント3つ出しますね。1つ目。ホイップスペースは人と人をつなぎます。 全く知らない人と、全く知らない人をつなぐ役割があるものです。二つ目。ホイップスペースは、思わぬ出会いや発見があります。その、まあ、人と人を繋ぐっていう要素も相まってね。それが出会いになったり、あるいは新しい発見をもたらすと。そういうものでもあります。で、最後、三つ目。ホイップスペースは、世界を幸せにします。<laughs> はい、世界を幸せにします。 ヒント3つなんですよ。これだけなんですよ。人と一つをつなぎ、思わぬ出会いや発見をもたらし、世界を幸せにします。まあなんかこれだけ聞いてるとね、戦争がなくなるような、そういうなんか超幸福製造機みたいな、そういうニュアンス感じますけど。てかね、むしろそんなもんこの世にあるっていう感じするんですけど、まあ答えを言っちゃいますと。ホイップスペースっていうのはですね、ツイッターでホイップシュガーさんという方がされているスペース企画の名前です。 ツイッターでね、スペース機能ってありますが、あれを開催していらっしゃる方がね、やってらっしゃる場所の名前でございました。まあ、今日は、このホイップスペースをただただ褒めるだけのラジオをお送りしていきたいと思います。もう純然たる雑談会でございます。よろしくお願いします。いや、まあ、あまりに感動したので、ちょっと一本ラジオを撮りたくなったわけ。っていうかなんか、ま、ちょっとね、アウトプットしたいなって思ったのもあるんですけれども。はい。で、まあ、最終的にね、 このホイップスペースを聞いて、私が考えたこと、プラス、やりたいこともできたので、ちょっとそれについて後半ではね、喋っていきたいなと思っております。ちょっとまず、そもそもね、このホイップスペースそのものを何で知ったかっていうと、それこそさ、あのなんか勝手にツイッターが出してくれるじゃないですか、最近、あのタイムライン、えっ、ー、と、アルゴリズムでね。それで、ハッシュタグホイップスペースっていうタグを初めて見て、な、なんだこれなんだこれと思ってて、よく見るんですよ、しかも。 一回や二回じゃないわけ。なんかのタイミングでね、あなんかまた見るな、これ、と思って、なんだって思ったら、あ、スペースの名前なんかっていうので、たどり着いた、えー、場所になります。で、この企画をね、開いてらっしゃるホイップシュガーさん。この方が、えー、私普通の方だと思ったんですよ。<laughs> 普通の方って言うとなんか語弊があるな。なんか、えー、一般人だと思ってたの。そしたら、全然違くて、あの、この人ね、クリエイターさんなんですよ。 で、何のクリエイターかっていうと、アイシングクッキーを作ってらっしゃる方なんですね。そのアイシングクッキーでいろんなものを作る人です。で、えっ、ー、と、そのクオリティが半端なくって、あの、私が好きなさ、YouTuber の方でさ、あの、粘土ザイカーさんっていう方がいらっしゃるんですけど、ごめんなさい。ちょっと全然関係ない話するんだけど、で、その、粘土ザイカーさんはね、粘土を使っていろんな作品を作るわけ。あの、星のカービィとかさ、ポケモンとか、そのもう、 本物じゃねえみたいな、公式じゃねえみたいなクオリティで作り上げるのが粘土在家さんなんだけど、その、えー、アイシングクッキー版がホイップシュガーさんっていうイメージですね。だからアイシングクッキーってこのクッキーね、クッキーにそのアイシングして絵を描いたりするんですけど、まあ、あまりにクオリティが高すぎて、本当にいろんななんかところから、えー、とお仕事いただいてるみたいで、 ポッチャマのね、ポケモンのポッチャマの企画があるんですけど、そこの公式さんから、えー、作品作ってくださいって言われたらしくって納品しましたっていうようなツイートがね、載ってらして。で、あと他にも、普通に一般書の本の表紙とかを、えー、アイシングクッキーで作ったものが依頼というか。 されて納品しているみたいなのもあったりしてねこういろんなジャンルのいろんな分野からすごく評判が高い方でいらっしゃってまあ端的に言えばそのクリエイター界隈のインフルエンサーっていうことになりますでそんなホイップシュガーさんがそのスペース機能を使ってホイップスペースっていうのをやってるんですけどそもそもスペース機能は皆さんご存知ですかねちょっと一応おさらいしておきますがツイッターってさまあ、基本的にテキストを見る SNS だと思うんですけど 何年ぐらい前 ?2 年ぐらい前かな。スペース機能がつきまして、ツイートを見ながら、そのバックグラウンドでラジオみたいに流せる音声コンテンツなんですね。でそのスペースっていう場所は誰か一人がホストになって、この私が開きますっていう、えー、ホストになって他の人が参加できる。リスナーとして参加もできるし、あるいはリクエストを送れば自分もスピーカーに上がることができる。だからホストの人と喋、えー、ったりできるんですね。 もう一つスペースの機能としてね、ホストの方は好きなツイートを選んで、それをスペースのなんか場所にね、共有することができるんですよ。だから、このツイート見てっていうのをリスナーに一瞬でできるってことなんですね。で、この機能を利用して、えー、このホイップシュガーさんはいろんなクリエイターの作品を褒めるスペースっていうのをやっておられます。ホイップスペースは褒めるスペースです。 毎週木曜日だったかなにホイップスペース開催されてて、まあ、あの、やらない時もあるんですけど、大体木曜日ぐらいに夜にやられていまして、えー、今からやりますっていうタグをつけてね、ホイップシューガーさんがツイートすると、いろんなクリエイターさんがね、その、ハッシュタグ、ホイップスペースってつけて、自分の見てほしい作品を、えりすぐりのやつを貼り付けるわけですよ。で、ホイップシューガーさんが実際にそのスペースを開始したら、そのタグがついたツイートを、 えー、見繕って、じゃあ今からこの人、この作品いいな、この人のやつ紹介したいっていうので、えー、リスナーにそのツイートを共有して、リスナーはそれを見ながら、ホイップシュガーさんがその作品を褒めるのをひたすら聞けるっていう、えー、優しい世界なんですね。で、このホイップスペース、私、 まだね、2回ぐらいしかリスナーとして参加してないんですけど、2回聞いただけでもわかる。ホイップスペースのここがすごいっていうのをちょっと紹介したいと思うわけ。えー、いろいろあるんですが、キーワードは3つです。1つ目。影響力がすごい。 褒めるスペースっていう作品をみんなに見せるっていう目的のスペースではね、何人にその作品のツイートが届くかっていうのが大事だと思うんですけど、常にね、数百人いるんですよ。私が見た時は少なくとも常に300人ぐらいはいたかなって思うんですね。で、スペース開催されてる時ってね、 タイムラインの一番上に、なんか紫色のマーカーが表示されていて、今、こう、こう、こういうスペースやってますっていうのがウィンウィンって表示されるんですけど、それにリスナー数が絶対出るんですね。そのリスナー数がさ、300人以上なわけですよ、大概が。もうすげえなと思って、めちゃくちゃ賑わってる。なんかん、本当あの、芸能人がやってるスペースぐらい人がいるわけですよ。 そんな何百人もいるスペースなので、ホイップシュガーさんが選んで紹介したらですね、その作品は、っていうかそのツイートがね、その直後にまず伸びまくるわけ、いいね、リツイートめっちゃつくんですよ。で、まあ、一つの作品につき何分ぐらいかな、ホイップシュガーさんは、まあ、できるだけ一回のスペースの中でね、 たくさんの人を紹介したいっていうふうにおっしゃっているので、そんななんか10分も20分もやってるわけじゃないんだけど、一つの作品につきまーす。少なくとも多分3分ぐらいはやってる、喋ってんじゃないかなって思うんですけど、だからその間にさ、めっちゃいいねつくんですよ。 で、いろんな人がその作品のツイートに飛んで、プロフィール欄を見るわけ。あ、で、こういうの作ってる人なんだ。で、他のツイートも見てみようって言って、バーってた、多分ツイートを遡って、あ、私と趣味が合うとかさ、あ、こういうクリエイターさんに会いたかったんだって思うと、やっぱフォローするんですよね。で、それだけじゃなくって、スペースの中で共有したツイートっていうのは、次のツイートを共有しても、あの、ログが残るんですよ。 直前に紹介したツイートも残るので、さっき聞き逃しちゃったっていう人も後から後からバン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 来るんですよね。なので、紹介された時だけじゃないというか、で、さらにそれだけじゃなくって、スペースが終わってからが本番かなって個人的には思ってるんですけど、確か、スペースは録音されてなかったと思うので、あの、録音することもできるんですよ。ただ、多分ね、このホイップスペースは録音されてなかったと思うので、その時に行かないと、ホイップシューガーさんが紹介してる 言葉そのものは聞けないんだけど、そのタグを投稿してくださいっていう決まりがあるので、その日に行けなかったとしても、ハッシュタグホイップスペースっていう風のを見に行くと、その日投稿された作品がブワーと出てくるんですよ。何万というツイートが出てくるんですね。で、伸びてるやつは話題のツイートに残ってたりするし、あの、新着順でも追いかけることができるので、えー、スペースが終わった後にもこう波及効果が残っている。 いいねもつくし、リツイートもされるし、フォロワーもつきやすいっていう、すごい好循環が生まれるんですね。このスペースが一回開催されるだけで、えー、そういう効果が残るっていう。そういう凄さがあります。これが一つ目ですね。影響力がすごい。二つ目です。二つ目は、交流がすごい。これはね、結構、あの、特徴的だなって思うんですけど、まあ、さっきから言ってる通り、このスペースが開催されますと、まあ、リアクションとしては主にいいね。 リツイートで、あともう一個あるのがね、リプライですね。このリプライの交流がやばいんですよ。で、例えばそのツイートに何かそのアイシングクッキーでも何でもいいんですけど、作品を投稿しますよね。で、ホイップシュガーさんが褒めます。褒めるとそのリプライがめっちゃつくわけ。うわ、クオリティすごいですねっていうような、えー、感想ですとか、この作品私も好きなんですよとか。 このキャラクターのここの細かいところまでめっちゃ作ってありますね、みたいな作品の特徴へのリアクション。あるいはね、私も同じ素材、同じモチーフを作ってるんですっていう、そのクリエイターさんからの声もあったりするわけですよ。だから、そのね、リプライきっかけでファンも見つかるし、同じくクリエイターさんも見つかるっていう、こうなんかね、ファンとクリエイターをつなぐ交流がすごく生まれやすいっていうのがあるんですね。 交流についても、そのスペースが終わってからが本番っていうのは同じような話で、そのオンタイムでやっぱり聞けなかった方がタグを巡回して、リプライでね、感想を伝えたり、そこからやりとりが発生して仲良くなってフォロー、フォロワーになったりするみたいな、そのスペースの主がいなくなっても交流が持続するっていうところが、この企画の底力だなっていうふうに思いますね。これが二つ目の凄さ。交流がすごいです。で、最後三つ目です。 初見配慮がやばい。これすごいですよ。これ私個人的にめっちゃ感じたので、ぜひ紹介したいんですけど。あのね、私さっき2回しか参加してないって言ったんですが、2回参加しただけでもわかる。っていうか、もっと敏感な方なら、多分ね、5分10分でわかるんじゃないかなって思うんですけど。あのね、初めて来た方にわかりやすく、あの、説明されている。例えばね、こう、まあ、5分10分とかって定期的に、 このホイップスペースっていうのはこういうスペースなんですよっていう企画趣旨をさらりと解説されていたり。で、自分も作品投稿したいっていうクリエイター方向けのツイート投稿のやり方を簡単に説明したりね。そのハッシュタグつけて、えー、ツイートしていただいたら僕が紹介しますよみたいなことを言ったり。で、あるいは、えー、まあ、そのスペース機能ってさ、そのリアルタイムで今、今をずっと流しているから、点でしかないわけですよね。だから、今聞き始めてきた。 その瞬間に聞き始めた人向けのアナウンスと言いますか、えー、それまでの流れを振り返ったりしているんですよ。今日はもう何人ぐらい紹介しましたね、とか。今日は、例えば手芸のクラスターが多かったですね、とか。水彩画の方が多かったですね、とか。今日ポケモン作ってる方が多かったですね、みたいな感じで、ちょっと今日の流れを振り返ったり。で、あるいは自分の自己紹介も挟んだりしてらっしゃる。あ、僕は実はあの、僕もクリエイターでして。 あの、アイシングクッキー作ってるんですよみたいな話をされたりね。で、企画としてのね、細かい配慮がやっぱりすごいなと思っていて、スペース開催する直前なのかな直後なのかなホイップスペースとはっていう、よくある質問みたいなのをまとめた画像があるんですよ。これも多分、もう過去に何回もホイップスペースを開催されていて、 受けた質問とか、よく聞かれたりすることを文章でまとめてくれているんですけど、それもなんかトラブルとか混乱を避けるためにすごくルールの整備がされていて、例えばタグをつけていただいても全て読めるわけではありませんとか、だから怒らないでね、みたいな話も書いてあるわけですよ。読まれたらラッキーぐらいに思っといてくださいね、みたいなことも書かれていたりして、その、なんていうので、全体的にそのホイップシュガーさんが誰も傷つけたくないんだよ、 っていうのが、こう、ベースにあるんだなっていうのがめっちゃわかるんですね。そのまとめ画像の文章を読むと。っていうのもあって、ただやって終わり、話題を作って終わりの企画にするんじゃなくって、その、このホイップスペースがずっと継続的に開催されて、開催したいなっていう思いがめっちゃあるのがすごくわかっていて、その配慮が細かいなっていうのが感じられる部分ではありますね。まあそういう初見配慮がすごいっていうのがあります。 ま、今、三つね、ホイップスペースのすごいとこ紹介しました。影響力がすごい、交流がすごい、初見配慮がすごい。まあ、まとめますと、つまりね、いいことしかないんですよ、このスペースって。だってさ、クリエイターとしては、その投稿したクリエイターとしてはね、褒められて嬉しいから、めちゃくちゃまずモチベーション爆増しますよね。 もう褒めることしかしないの、基本的に。あの、なんか、ここの部分がちょっとね、とかはね、まず言わないわけ。うわ、この作品やばくないですかみたいな。どんだけ手間暇かか,かってるのとか、透明感やばいですねとか、クオリティやばすぎませんかとか、これ何時間かかったんですかみたいなことをずっと言ってくれるわけ。で、それを聞いててさ、多分めちゃくちゃ、承認欲求を満たされると思うし、あの、作り手としてはね、と思うし、あの、でね、もう一個、思うのは、その、 他の畑の作品に触れられるっていうのもめちゃくちゃメリットの一つだと思うんですよ。クリエイター側からするとね。このスペースの開催主はそのアイシングクッキーを作ってらっしゃるんですが、いろんな界隈がありまして、別になんか物を作るとかだけじゃないというか、なんか単純に手先を動かして物を作る以外にも、なんか写真を撮るとか、それこそなんかね、えっ、ー、と、ポケモンの ポケモン GO の VR 写真を撮ることだけに情熱を注いでらっしゃる方とかもいて、あ、そういう界隈があるんだとかいうのも知れたりするんですね。なんか、クリエイター、まあ、確かにそれもね、ものづくりには入るんだけど、その手先を動かすことだけではない、いろんなクリエイトの分野があるんだっていうことを、あのー、 このタグを通して知ることができるんですよ。中にはものすごくマニアックな畑もあったりして、あ、こういうのも紹介してくれるんだ、面白いなっていうのもありますし、多分、クリエイターさん側からすると、ありふれた素材、ありふれたモチーフだとしても、その掛け算の仕方次第で、こんな見せ方ができるのかとかね、あの、アイディア一つで、あ、こんなに面白い作品になるのかっていう刺激が得られると思うんですよ。だからそういう意味では、すごく、 自分の作品を投稿して紹介されなかったとしても、そういう旨味があるっていう意味では、ものすごく、なんか、えっ、ー、と、いいことしかないんですよね、本当に。で、何よりね、ずっと平和なの。褒めるだけなんですよ。だけしかしないの。褒めること以外はしないわけ、基本的に。だから、その、アドバイスもしないし、えー、なんか、 ひ、品評会、コメントでなんかこう、辛辣な言葉が飛ぶとかそういうこともないし、常に褒めるベースで入ってるから、優しい世界だなって思うし、だから、<laughs> ここほんまにツイッターかって思ったりするんですけど。 ツイッターってね、なんかあの、いにしえからあるさ、ああいう、まあ、2チャンネル文化みたいなところも若干引きずってたりするね、ところはあるんですけど、そういうのが一切ないので、まあ平和ですね。まあ、基本クリエイターが多いからかもしれない。クリ,クリエイター側の、その、生みの苦しみが全員分かってるから、そんな言葉を吐く人がね、いないっていうのはあるのかもしれないんですけどね。 で、ここからはね、ちょっと自分が聞いてて、えっ、ー、と、野望が一つ生まれたので、ちょっとそれについて喋りたいなって思うんですけど、この企画の主役って、まあ、端的に言うとクリエイターですよね。まあ、なんなら企画主、ホイップ・シュガーさんもクリエイターさんですから、クリエイター同士の交流を生みたいと思って、まあ、されていらっしゃるんですけど、 こういう面白い企画見てるとさ、私、どうしてもね、自分だったらこうするなっての、すごい、すぐ浮かんじゃうんですけど、で、自分が思いついたのが、その、クリエイター、作り手側ではなくて、受け手側が主役になれる場もあったらいいのになって思ったんですよ。どういうことかっていうと、受け手ね。いろんな受け手があると思うんですよ。えー、その、小説やら、映画やら、ゲーム、なんか、そういうね、いろんなジャンルの、の、 受け取ってる方が主役になれるスペースがあったら面白いのになって思ったんですじゃあ具体的にいろいろ言っていきますね例えばね好きな作家の古典に行ってきたとかなんか古典に行ってきたレポートとかをさなんか上げてる人とかいるじゃないですかあ写真で上げたりねいろいろしてると思うんですけど とか、えー、好きな映画の、好きな映画監督の試写会に行ってきたとか言って、あの、映画の案件をね、撮ったりして推し活に行ってきた、みたいな方、よくいるじゃない、いるじゃないですか。ああいうのね。とか、あるいは、好きなゲームのファンアートを書いた。これ結構多いんじゃないかなあの、最近ゲーム実況とかね、この近年流行ってますので、それ関係のファンアートを書いた。まあ、これもさ、もう書いた時点でクリエイト側になるのかもしれないんだけど、なんかその、えっ、ー、と、もう、 あくまでも受け,取り受け取り手としてのなんかクリエイティブもあるのかなって思うんですけど。とか、えー、好きな芸人のオンラインライブを見てきたとか、えー、ちょっとどんどん言きましょうか。好きなアイドルの握手会に行った。好きな歌い手のグッズを自作したとか、えー、好きな声優の新作アニメを履修したとか。 まあこういう,こうジャンル、界隈を超えて好きな作品を受け取った人の愛が飛び交うオタク版のホイップスペース。そういうのがあったら最高だなって思ったんですよ。まあツイッターってさ、そのなんとか界隈、何々クラスターみたいなのの中で、うちわでガーッと加熱しやすい SNS ではあると思うんですね。そのなんか推しの神棚を見せ合ったりとか。 あの、イベントごと。まあ、いわゆる、お仕事ですよね。おしと書いて、お仕事。あの、レポートを添えて、その、おしへのね、クソデカ愛をぶちまける。そういうのって、いろんな界隈であると思うんですけど、それを、こうやって、界隈超えて、ジャンルを超えた、えー、そういうのを投稿したら、いろんな界隈から、いいねがつきまくる世界。まあ、一般の方から見たら地獄かもしれないんですけど、それはそれでね。なんだけど、本人たちは、あの、ジャンルを超えた、 お仕事が見られて超楽しいみたいな。で、普段切さない界隈の人との交流がちょっと図られて、承認欲求満たされるみたいなのがあったりするとちょっと楽しいんじゃないかなって思うんですよ。で私はね、近い将来そういうのをね、開催したいと思うわけ。 なぜなら私がその受け手だと思っているから。まあ、自分もそのなんか動画とか作ってるけど、基本的にその受け取り手主体として喋ってるわけよ。ポケオンが好きとかさ、これこれが好き、これこれが好きっていうその作品ベース、作品の受け取り手として喋ってるから。だからそういう、そっち側の主催側に回りたいなって思ってるんですよ。そのジャンルの垣根を越えた愛が飛び交う世界を作りたいなって思ったんですけど、これを思った時にね、 あの、ある方のね、名言が頭をよぎりまして、まあ、リスナーかつ視聴者かつ友人のね、某あの人からの名言なんですけど、生放送系の集客率は、俺の体感だけど、登録者数の1%ぐらいだっていう風に言ってたんですよ。私あんまりなんか、 配信者の生放送とか見に行かないので、あんまりピンとこなかったんで、その具体的な数字を教えてもらって、へーってなったんですけど、だから10万人チャンネル登録者がいたら、配信やった場合はだいたい1000人来ると。で、まあ、100人登録者がいたら1人来ると。<laughs> そういうぐらいだよ。そんなもんだよっていうふうに言ってくれたわけ。だから、 そういうね、そのジャンルの垣根を超えた、えー、スペースをやろうと思ったら、とんでもない、あの、フォロワー数が必要だってことですよ。そんなね、何百人とかの状態でやったら、あの、カンコドリがないと終わりだから、まあ、今ではないよねっていう話。で、こういう話をさ、実際私ね、ホイップシュガーさんにさ、<laughs> DM 出したのよ <laughs>。まあ、うっしいでしょうね。 さぞうっとしかったでしょうねと思うんだけど、そしたらね、優しいからホイップシューガーさん、いろいろやってみたらいいですね、みたいな感じで、結構肯定的に受け取ってくださったわけですよ。お忙しいのに。ほんと優しい。ただね、ただ、それをね、あの、いろいろやってみるといいですよ、頑張ってくださいねっていうのは、あの、もうそういう立場にいらっしゃる、そういうステージにいらっしゃる方はチャレンジすればいいと思うわけ、私も。ただ、その影響力が数として、 違う人間は、まあ普通にやってもできないよねっていう話。ホイップシュガーさんなんかもうすげえフォロワー数いるからね。そういう人が普通にやるのと、一般人が普通にやるのは話が違うわけよ。まあそこはやっぱ履き違えちゃいけないなっていうのはめっちゃ思いました。だから私は、早く、行かれた受け手にならなきゃいけないと思ってるんですよ。 別に私クリエイターサイドに回ろうとは一切思ってない。あくまでもなんかの作品を受け取る人間として行かれた側に回らなきゃいけないんだなってめっちゃ今回思ったので、それこそチャコラジのね、あの EX の方で普通ラジオでここまで言わないよね、個人でみたいな。ここまで突き詰めた、えー、受け取り方、一人よがりなことしないよねって思われるくらいな あのー、コンテンツをねやっぱ出していかないといけないなって思いました。まあチャコラジ今年になってから始まったのでそういう土壌が自分でそういうのを出せる場所は作ったつもりなのでまあいつかそういうスペースができるくらいまでそれこそジャンルを超えたいろんな作品についてね個人的な思いをしゃべるラジオをいっぱい出していきたいなとは思いました。 マジで何の話やっていうことなんですけど。というわけで、前半はここまでといたしまして、後半ちょっと残った時間でお便り紹介をしたいと思います。というわけでこのコーナー、先生、あのねです。はい、先生、あのねのコーナーでは、YouTube のコメント、Twitter のツイートなどね、あの、ちらちらっと紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのが、ヨッシーヨッシーさんです。 こちらはですね、チャコラジ EX のえ YouTube の方のコメントについたやつです。えっ、ー、とね、エンドレスエイトシリーズを8本連続でやってたんですが、それのコメントですね <laughs>、えー。エンドレスエイト、もう1回見直したくなりました <laughs>。っていうのをいただきました。いやー、あのー、このエンドレスエイトっていうシリーズね、鈴宮春日の憂鬱のエンドレスエイトっていうね、 8週連続でほぼ同じエピソードが流れたっていう伝説の回があるんですけど、それをパロッたラジオを私がやりました。8回連続ほぼ同じ内容のラジオを流したんですけど、まあそれについたコメントでして、まあ割と肯定的に受け取っていただけたのかなっていうのは思ったんですけど、で、一番最後のね、回で、そこについたコメントなんですが、 このラジオも我々は8回だけループしてるけど、本当はもう何万回と続いていたのかもっていう風にいただきました。これはね、めちゃくちゃ本望ですね。多分、このヨッシーヨシさんね、コメントの返信を見る限り、鈴宮春日の憂鬱、当時見てた方だと思う、あの、好きな方だと思うんですけど、こういうファンの方からこういうコメント受け取れるのは大変本望ですね。めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。ちなみにこれはですね、あの、 毎年私はあの7月18日近辺に京和に関係の動画、京和に作品を紹介するツイート動画をね出しているんですが、それの、まあ、今回はラジオ版ということで出させていただきました。はい。聞いていただいてありがとうございました。同じくですね、エンドレスウートシリーズにマボさんからコメントついてまして、あの、あとツイートの方でもいただいてましたね。ツイートの方紹介しようかな。 えっと、まばさん。どこが違うのか注意して聞いてたら気が苦しそうっていう風にいただいています。そうなんですよ。一応ね、原稿作って読んでたんですけど、毎回毎回8回の収録でちょっとずつ言葉を変えて読んでたので、だいぶ注意して聞くと頭おかしくなると思います。毎回初見のように読むのがすごく疲れたんですけど。だから当時、春日役をやってた 平野綾さんも同じような苦しみを味わっていたんだなっていうのが私は追体験できて面白かったんですけど、リスナー的にはマジ地獄ですよね <laughs>。多分ね、全部聞いた人いないと思うんです。まあ、マボさんはもしかしたら聞,聞いてくれたのかもしれないですけどね。と、あと、えーとね、定期的にやっぱり見ていただいてるのは、版書お助けコンテンツの方ですね。たまにコメントいただきまして、多分、現職教員の方なのかなっていう、 方から、多分ですけどね、あの、文章から見て、推察するだけなんですが、そういう方からコメントいただいてまして、大変励みになります。だからさ、版書系のコンテンツは、ほんと、あの、もうちょっとね、出したいなとは思ってるんですけど、ちょっと最近ね、えっ、ー、と、収録予定と、あの、アップロードの予定がね、めちゃくちゃ狂いまくってて、すっごい、あの、過去にないぐらい更新滞ってるんですけど、早く。 元の更新ペースに戻したいと思います。はい。というわけで、軽くですが、お便りコーナー以上でございました。ありがとうございました。今日上がる動画がね、いつ頃出てるのかわからないんですけども、皆さんもコロナ等々お気をつけてお過ごしくださいませ。はい。それでは、ちょっと次ね、多分次はチャコラジー X 会じゃないかなと思うんですけども、また次の会でよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。